皆さんおはようございます。岩崎です。さあ今日もですね登壇していきたいと思いますけども、本日来ているところは埼玉県小川町の、金生山角の倉山に、登っていきたいなと思います。金生山のね、東登山口に、今来ております。まず目指す金生山ですが、頂上にですね、頂上から少し先に、元気プラザ小川町元気プラザというところ広大な敷地のね、場所があるんですけども、まずそこに行って、1回下山してですね、次は、外秩父、七宝十曹の、ハイキングコースとしても、知られる神の倉山、そちらにね、今回は、登っていきたいなと思います。少しね曇りだったんですけども天気も回復してくれて、今回は、小川町の里山ということで、2つの山をね楽しんでいきたいなと思います。それでは早速行ってきます。左へ行くとなんかね、やぶになってるようなので、ここは右で進んでいくようです。結構ね、今日はもう25度ぐらいまで日中は気温が上がるそうなんで、かなりね、暑くなってきて、登山する際もね、ほんと水分補給不可欠になってきますね。昨日結構雨降ったんですけども、下はかなり水はけが良さそうですね。うん、そんなにぬかるんでない。いや今日ね久々に電車で山に来ました。まあ車必要ないぐらいめちゃくちゃアクセス良くて、まあかなりね交通の便はいいんじゃないかなと。そういうことで今日はね今回電車を選びました。元気プラザまで 500m ってことはね金生山まで本当あと少しなんじゃないかな。ちょっと景色が見えてきますね。お、少し平坦になったな。あってちょこっと休憩には嬉しいですね。少し葉っぱが落ちた時にはなんか開けそうな感じしますけどね。多分ね、あそこが頂上なんだよね。多分30分ぐらいで東登山道から、着いちゃいますね。天気も良き展望に来たいですね。で、ちょっと山頂の間近にこういった岩場があるんで、雨上がりとかね、そうじゃない時も、足滑らせないように気をつけて登りましょう。はい、金生山到着しました。264m。 はい、金生山着きました。あっという間にね、着きました。羊座星座スタンプラリーこういうのがあるんですね。はい、ではですね、金生山着きましたので、次神の倉山の方に向かっていきたいなと思います。一回ですねこの元気プラザ方面に歩いていって、天皇池の方に行って、それで神の倉山か
に登る感じですかね。羅金昇山に到着、3分ぐらいですね。はい、今ですこちらの、羅金昇山にいるんですけれども、一回この南登山道に通って、三光神社登山口っていうのかな、そこから天皇池通って、神の倉山目指していくっていう登山コースですね。ちょっと一旦この元気プラザの本館の方に歩いていきたいなと思います。赤城山が見えます。すごいですね、立派な建物が、ここからも展望が望めるようですね。はい、神の倉山方面南登山道ということで行ってみましょう。またスタンプラリーがありました。天秤座、今度これ全部集めてみたいですね。はい、今向かってるのはですね、錦金昇山っていうところと千元山っていうのかな、というところを通ってですね、線路沿いに向かっていくという形になりますっていう、こう話をしているうちに、錦金昇山着きました。スタンプラリーがあって、はい、錦金昇山到着しました。はい、千元山到着しました。はい、チェーンソーだ。あの、少し広場見てみて。あ、広場じゃなかった。果樹園か。分岐に来ました。はい、こちらのね、ちょっと橋っぽいところを渡って、駅線路沿いに、出ていきます。こっちにね行くと金昇山戻っちゃうんで、こちらの方行っていきましょう。はい、一回下山してきました。うわ、結構すごい、やっぱ暑くなってきましたね。これから登るね、神の倉山、これですよ、見えました。344m の山ですね。あ、読み方合ってましたね。三光神社神の倉山、はい、こちら方面です。いいですね、こう一回下山してきてるのにもう一つこう山を登るっていう、こういう低山だからこそできる、でなおかつ展望法なので、神の倉山からも結構ねいい景色が、見れるんで楽しみですね。今ですね、三光神社、登山口が目指してるんで、しばらくはねこうアスファルト歩いていく形ですね。
はい、ここからですね登山道入っていきます。神の倉山、目指していきましょう。池がね隣にあるせいかすごくね涼しいです。少しね金正山の時より、登山道は、狭めになっていますが、今だんだんと、上りになってきます。だんだん息が上がって喋れなくなりますんでご了承ください。まあいつも喋ってないか。ちょっとこう広々としたところに出ました。よし、神の倉はねこっちか、こっち方面ですね。はいね、今尾根に出てきてます。神の倉はねもう目と鼻の先です。はい、山頂前のね岩場がかなり、急になってるので、気をつけて、もう少しですね。こんにちは。お疲れ様です。すごくね眺めのいい、神の倉山に、登頂しまして、これからですね石尊山に、行って、それからね小川町の駅の方に、戻ってきたいなと思います。今ですね石尊山の方から今下山してます。小川町駅の方まで降りていくんですけども、その前にちょっとね鎖場があります。気をつけてね降りましょう。結構ね、急なんで、登って降りる際は、皆さん気をつけてください。下山して、来ました。あとは、小川町駅電車に乗って、家に帰るだけですね。12キロ本当にゆったりね歩けて、天気も回復してくれてよかったんで、今回ね、まあ、2つの展望法だったんですけども、石尊山を合わせれば、3つですね。僕もね結構この辺りうろうろしてるんじゃないかなと思うんで、皆さんももし見かけたらお声掛けください。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。
また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バック登山をするのも久しぶりなのですごく楽しみです。頑張って見れて、ちょっと一足